はいどうもハルパパです。先ほど5時に、動画を1本出したんですけれども、動画を削除しました。はい、その削除した、動画はというとですね、チートという表現をしておりました。ただこの界隈さ、キャッチーな言葉とかトレンドとかっていろいろあるじゃん、いろいろあるんだけど、それを拾いたくて、チートという表現をしたんですね。実際はチートではなく、多分バグに当たるものだと思います。 iPhone 自体のバグだと思います、それは。はい、なんですが表現が若干良くなかったのかなと思います。はい、ただ僕が言いたいのは、チートを助長するものではなく、こういうことがあるので、皆さんあまりねリプレイとかを見ないでくださいっていう注意喚起動画だったんですよ。みんなの iPhone がおかしくなっちゃう可能性があるからね。なんですが、じゃあ天の声からですね、削除しましょうと来たので削除しました。ちなみによ、もう今日の、昼過ぎから、夕方5時ぐらいまでしっかり収録、編集、サムネ作って4時間ぐらいかけて作った、めちゃくちゃもう力入れて作った動画だったんよ。それを削除しました。はい、今後はね、そういう言葉とか表現とかはちょっと気をつけていこうかなと思います。はい、あれだよね、実際多分ガチだったんよねガチすぎたのかな。でもさ、ガチじゃなきゃ意味ないけどね。はい、というわけでね、もう今後はですね、バグという表現をしますはい、ダメなんですよ、チートはダメなんですよ。バグという表現をします。はい、例えばさ、俺思うよ、実際思うよ、こうね、ゲームのさ PS 系だとかさ、面白系のバラエティ系とかあるんだけど、グレーゾーンっていうのがねあっていいと思うんだよ。まだもう一つの分野としてね、例えば YouTube だってさ、そのモノモース系とかがいらっしゃるわけでしょ。だから色々なね分野があって自由に活動できるのが YouTube だと思ってるから、それでいいかなと思ったんだけど、やっぱりダメなことはダメなんだねちょっとね、今回反省を含みつつ、今後のねちょっと活動としては、そうだね、ちょっと考えさせられるものがありました。はい、明日からの動画としては、今日もね、しょうもないよこの動画しょうもないけど、何も出すもなくなっちゃったからガチで編集してたから、だからこういった形でちょっと動画出させていただくんですけど、明日からね、ちょっと内容ね改めながらちょっとね、またね活動していこうと思うので、皆さん応援の方よろしくお願いいたします。今日の動画はですね、少しでもしょうもなと思ったらですね、チャンネル登録、あとですね、マジかわいそうだなと思ったらグッドボタンマジでお願いします。あとこちらからですね、過去動画、めっちゃ面白いおすすめ動画出しておきますので、よかったらご覧ください。というわけで今日はですね、ちょっとなえてるハルパパでございます。ご視聴あーしゃ。